はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが今日は国家公務員中毒をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、変なタイトルですよね、国家公務員中毒。<laughs> あのバンされちゃうんであの、他のものに置き換えて、国家公務員中毒、国家公務員を縮めてくださいあの。国家公務員、国家公務員、危ないですね、縮めると。一発で取り消しになってしまうんですけど、まあ、国家公務員を縮めた、まあ、中毒、 まあ、あの、危ない薬ですよね、要するにね。まあ、そのことについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、え、まずね、あの、中毒っていうのは、まあ、何でもあるんですよ。いろんなものに対して。例えば、あの、カフェイン中毒ってありますよね。まあ、最近、なんか、流行ってるらしいです。流 <laughs> やってるって言ってもね、その、流行りの波に乗る必要はないですけれども、まあ、コーヒーとかね、まあ、カフェインが強く入ってるものを、まあ、摂取して、 毎日飲んでいると、それを飲まないといられなくなってしまうんですよ。それを飲んでいると、なんか健康な気がしてくるんですよね。でも、どんどん体も不健康になっていってるというね、真逆な、まあ、体の現象が起きてくるんですよね。何が起きてくるかっていうと、カフェイン中毒になると、 まあ、あの、あんまり眠れなくなるのはもちろんのことなんですけれども、やっぱり体が活発化していくので、内臓が休まらないんですよね。で体が休まらないっていうことは、まあ、内臓休まらない。内臓休まらないと、内臓ってちゃんと休んで、横になって寝て、睡眠をとって、内臓って休まるんですよね。その内臓休まらないのであの、内臓が傷んでくるんですよ。だから体がガタくるんですよね。早く年取っちゃうんですね。老化現象が加速していくんですよ。カフェイン中毒はどん,どんどんどん老化していきますよ。 だからもうね、あの見た目がもうどん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 3倍ぐらいの速度で、まあ老人になってしまうんですね。だからそれが嫌な人はあんまりカフェインをそんなに対応にね、中毒になるほど取らないっていうのは一番いいでしょうね。まあいろんな中毒あるんですよ。チョコレート中毒っていうのもありますよ。まあ、私その口ですけれども、まあ、チョコレートを食べないと気が済まなくなって、なんかね、ちょっとこう集中力に欠けてきてしまうとかね。まあ、そういう中毒性のものっていうのはあるんですけれども、まあ危ない薬よりはいいですよ。 危ない薬のねあの、国家公務員中毒、あの、これが危ないんですよ。やっぱりね、あの、錯乱するし、妄想は抱くしね。あとは、まあ、それが切れると、イライラして暴れ始める。物を壊し始める。人には当たり始める、まあ。喧嘩が多くなるとかね、まあ。暴力性が高まっていくとか、まあ、そういうことが起きてくるんですよ。でね、あの、ここでね、あの、今日一番言いたいことは、国家公務員中毒になってる人は、すぐにわかるんです。見ると。 鼻が赤いんですよ。鼻が。鼻赤いですよ。いや、あの、風邪ひいて鼻を噛みすぎた赤い人と区別しなきゃいけないですけど、あの、鼻が赤いんですよ。だからテレビに出ていてね、あの、タレントの方も、まあ、これもう国家公務員中国中毒だなっていう人いっぱいいますよ。テレビ出ていて鼻がちょっと赤かったらもう危ないですよ。本当に。鼻がだって赤いことなんかないでしょ。 その風邪ひいて鼻を噛みすぎて赤いって言うんだったら、まあ声がもうおかしくなってますよ。ガラガラになっていたりね。そうじゃなくて健康そうで、もう元気そうで、ただ単に鼻が赤い人。あアメリカなんかいっぱいいますよ、イギリスも。テレビ出てる人もいっぱいいますよ。映画出てる人とか。それ全部そうなんですよ。本当に。まあまず間違いないですね。これは差別でも何でもなくて。本当にそう。だから国家公民中毒なんですよ。まあやってるわけですね、それをね。 あのすぐバレちゃいますよね。鼻から吸うんでね。そうあの最初は、ね、なんか鼻から吸わないで、ね、いろいろ工夫するんだけど、鼻から吸う方が強烈でもう刺激が強くて良くなってくるんですよ。だから中毒の人は、あのコカ・コムイ中毒の人は、まあ、ほぼ鼻から吸ってます、まあ。鼻から吸うような形を取っている。だか日本のなんかテレビ出てる人も、いやあの人、えー、あの人がって思うかもしれないけど、意外な人もそうなんですよ。だ鼻の赤い人、もう危ないですよ。 だから女優でね、あのずっと前、なんか捕まった人いるじゃないですか。もうあんなすぐバレバレですよね、鼻赤かったですからね。そうだら鼻赤いと危ないんですよ、まあ、男性も女性もそうですけれども。あのまあね、ちょっとそれを見てあ、この人なんかもしかしたらとかね、あのそういうふうにこうちゃんと見,見るといいですね。あのずっと前、日本に来たあのタラタラティーノみたいなね変な名前の,あの映画監督、もうかあの鼻真っ赤だったですけどね。 あの人のまあ喋ってることをもうぶっ飛んでますから、もう間違いないですよね、それもね。本当にね。いや、だけど、それみんな知らないから、なんか面白いこと言う監督だねとか面白いねって、みんななんかそういうふうになっちゃうんですけど、そうじゃないですよ。はいになっちゃって、わけのわかんないことを喋っちゃってるだけの話なんですよね。だからあんまり良くないですよね、それはね。そういうものに頼って生きるっていうのが間違っているんですよ。 ね、だから、まあ、皆さんそれを目安にしてね、まあ、今度からまあテレビをご覧になる人はですね、まあ、それをちょっと目安にして楽しみにねあこの人もしかしたらそうかもしれないっていう 感じで、あの、見られると、あの、余計、あの、テレビが楽しくね、あの、見ることができるかもしれません。ということで、まあ、大きなお世話でしたかね。余計なことかもしれませんけれども、がっかりしちゃう場合ありますもんね。え、この人もしかしたら、もしかしたらそうなのってなっちゃったらね、まあ、ちょっと困っちゃいますけど、ね、私の責任じゃないですけれども。いや、本当に自立ですよ。本当の話ですから、まあ、それ一種の目安として、あの、ご覧になるといいかもしれません。ということで、今日は国家公民中毒を お送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。